コンクルージョン。ファンタジスタについて語りましょう、はい、一番最初に上がってきた、プロトがこれです。これがね、なんとファンタジスタ3Dsの最初のファーストプロト。すごい歴史的資料を、はい、だから S が入ってない、まだほら 60TS601UL っていう、これがね最初の UL、 もうほぼこれで実は完成してるんですよ。グリップの色とか感じが違うけども、はい、ブランクスは完成してます。ブランクスはもうこれで、はい、これでね、すでに 109g っていうね、 100g も近づいてる、すごい軽さで、ほぼこれで完成じゃんって一発でできちゃったなと思ったんですよ。曲がりもこれ初期と全く一緒ですよ。こいつ一番多分活躍してるんじゃないですか。で、マイクロ、ま、あの、製品版よりはガイド系でかいですけど。でかいですね、これは。でも、当時、コンセプトとして絶対ありえないマイクロガイドみたいなのがもうすでにこの時期から。いや、これはね、もう、このサイズは多分、富士山からの指定のサイズです。はい。だからこれはもう多分あったんですよ。ただ、でも、こういう差を、なかったはずですよ。完成品もっとこの先出ますけど。まあ、はい、そうですけど。そう、それで僕はこれでブランクスは決まりだなと思ったんですよ。このプロトね、ファンタジスタっていうロゴが入ってるんですね。はい。でこれの時まだステディウスって名前は決まってません。はい。実は。で、この差はまあ、実はね、2本あって、はい、1本は八坂ダムに落としちゃったんですよ。はい。で、まあ、この1本しかないんだけど、これで相当多分僕は稼いだと思います。はい。これでよくやってたのは、当時履いたロボリッチのダウンショット。まあ、ヒュンヒュン釣りってやつですね。まあ、ヒュンヒュンのやり方がさっぱり分からなかったんで、僕はこれでずっと一点シェイクに近いシェイクをして釣ってましたけど、はい、かなりこれで釣ってます。で、まあ、何でもできるそうだなと思ってたんで、まあ、これでいこうと思ったんですけど、これでは、まあ、ちょっとね、僕の中ではこれでは普通のサウダーなっていうのがあって、で、色を塗ろうってことになったんです。はい、で、その時にシティウスって名前がやっと決まりました。で、なんでシティウスっていうそういう発音のしにくい名前にしたかっていうと、一つはね、S から始まる言葉にしたかったんですよ。ああ、S ですか。いやいや、そういう意味じゃなくて。そっちじゃなくて。スペシャルとかスーパーとか、はい、やっぱり S ってつくと当時はすごくかっこよくて、実は売れてるものとほぼ S から始まるものだったんです、当時。他の思い出せないんですよ、それが。S から始まるもの、 S から始まるものって何せブームになってたんですよ。当時靴でスケッチャーズって言われてた。ああ、釣りだけに限らず、はい、もう世の中の、はい、あのスケッチャーズの S がすごくかっこいいなと思ったら、はい、他にも S がついてるメーカーがあったりして、うん、S っていうのをロゴにしてるメーカーがすごいいっぱいあったんですよね、はい、当時。今なんかあんまり見なくなりましたけどね。サトシンさんとか、それはただ名字が S なんで S スタイル、あの沢村さんも S で、はい、S っていうロゴじゃないですか、はい、あれも当時、この当時ですね。とりあえず S が当時、一つのブームだったんです。僕の中で、マイブームだったんです。街を見れば S が目につく時代だったんです。はい。だから S から始まるようにしたいなと思って、S を辞書でずっと調べていって、中でも自分に合うような。まあ、学級的っていう言葉の意味が僕にはよくわからないんですけど、うん、この言葉いいなと思ったんです。で、あとはその発音。まあ、S、ツジウス。スチュディウスって言うことないですよね。で、スチュディウスって発音させないで、スタジオスって発音させたかったんですけど、ダメだって言われて、発音は変えられないって言われて、固まらない人がいるんですよ、英語圏に。それでダメだって言って、その人は僕がこの後スタンドアップっていう差を作った時も、スタンドアップはダメだって言いました。どう発音？スタンドアップは動詞だと。はい、だから単語じゃないから、はい、物につけるには適切じゃないって言うんです。そんなこと気にしてないよ日本人と思いながら、まあ、いいじゃんと思ったんだけど、スチューディウスだって指摘をされて、スチューディウスだって。でもまあそれもいいなと思ったんですよ、はい、楽しにくいけど、はい、まあバイオリンのストラティバリーってあるじゃん。ありますね。あんな感じでちょっとかっこいいなと思ったんですよね。いや、未だに言いづらいですもん、スチューディウス。はい、でも言いにくいけど、なんかちょっとややこしそうな感じ、はい、でもちょっと上品な感じあるじゃないですか。はい、その上品でややこしそうな感じから S から始まるもので、はいはい、いいなと思ったんです。ファンタジスタって最初全部同じ色で、はい、すごい多くの機種があった印象があるんですけど、もう初っ端から色分けされてますよ。最初は成田さんの赤と、はい、川辺さんのオレンジと僕の紫と、あとスタンダードモデルで、スタンダードモデル、はい、スピニングが3機種青で、ベイトが4機種か5機種赤が出ました。
と思って、ああそう赤い、はい、赤いのが最初、それもあの辺をね掘り下げたら出てくる、うん、はい、かと思います。はい、はいはい、後でチラ見してください。わかりました。でまあ、はい、紫に塗ったんですよ、はい、でまあ名前は決まったばかりだけど、そのロゴは入れる時間がなかったけど、デザインはこれ、はい、乗っけてみたんですね、はい、これトップまで乗っけてみたんですよ、はい、あ全部、はい、トップまで乗っけたら見てる通りこう重たいんですよね、竿が重たく見えるんですよ。まあ実際重量も増しちゃいますし、ああそうですね、あの製品版の黒の無塗装、あれ無塗装になるんですかね、はい、無塗装ではないですよね、多分マットかなんか塗ってると思うんですけど、まあこれ全部ベタ塗りでこういう色を入れちゃうとちょっと重くなっちゃうことがあるってことですね、はい、でこれじゃあちょっとダメだなと思って、はい、ここで、まあ、ここからコスメの話になっていって、はいはい、たどり着いたのがまあこれになるんですけど、はいはいはい、これが初期の ULS です、まあ、できた時に、まあ、ちょっとこだわったのは色は、これあのカーボンシートの上にクリアレッドを振ったんですよ、はい、当時僕が使った時計の、はい、文字盤がこの色だったんで、はい、不思議な色だなと見てたんですね。で、まあ、見てて飽きない色がいいと思ったんです。あの単色だと飽きちゃうじゃないですか。で当時マジョーラカラーっていうのがあ流行ってましたね、はいはい、正直マジョーラにしたかったけど、マジョーラはちょっとどっから真似になっちゃうから、はい、でもそうやってずっと見てて飽きない、はい、角度変えたら色が変わるぐらいな色にしたかったんで、クリアを振ったらちょっと面白い色ができたんで、これにしたっていう感じですね。でここもその色に統一してもらって、でこのブランクスの色にして、まあ特徴を変えたのはこのガイド、はい、さっき言ってたマイクロ的なガイドをさらにマイクロにして、そうですね、でトップガイドをちょっと大きくしたんですよ、はい、なぜならトップガイドをちっちゃくすると極端に飛距離が止まらなくなったんですよ。へでこのサイズで統一したんですけど、飛ばなくって、うん、でトップガイドが大きくしたら飛距離が戻ったんですよ、はい、なのでトップガイドはこれにして、これ多分 3.4 かな、で 3.5、3.5、4 って言ったかな、この2個をちっちゃくしたんですよ、うん、でこの部分がソリッドなんですよね、はいはいはい、この部分から、はい、そのソリッドの中心部分にサーフィンとかピュッとこう寄るような形、はいはいはい、これがすっごい良くて、もう全てにおいて100点満点なイメージでした。これだってこれ本当やっぱマイクロガイドですよね。これマイクロガイドですね。当時マイクロガイドって言葉なかったんで。ないですね。はい、当然そのまあガイド屋さんはセットでガイド売ってくるんですけど、はい、バラバラにオーダーするから怒られるんですね。はいはい、お前の方が一番金かかったって言われて作るんですね。はい、はいはい、でこの一番下のガイドも当時のスピニングのガイドっていうのは基本は一番下のガイドってこの毛なんですよね。はいはい、25ミリがついてるんですけど、はい、僕はこれあえてそれよりちっちゃい、19ミリとかやな、比べるともう全然わかりますね、はい、見せてもらいました。全然違いますね。ただこれにしたことによって2500番のリールでは飛距離が出せなくなりました。何番のリールを？これ2000番です。スピニングリールってこうついてる状態からファーストガイドに向かって、はい、糸がこう一回この遠心力っていうか、はい、ブワッと広がってここで収束されるんですね、はいはいはい、だから収束されるこの窓口が大きい方が、はい、当たるのは当然少ないから、絵で描くと、まあ、ファーストガイドがありますよね、はい、で、まあ、スピニングリールがちょっと適当に描きますよ、はい、まあ、スピニングリールがここにあって、はい、糸がブワーッとこうやって出ていって、ここで収束されてこういうガイドに沿っていくんですね。解放された瞬間に防波するから広がるんですよ、はい、でこれがちょっとポイントがあって、はい、広がった時にブランクスを叩くはいはい、はい、ようではダメなんですよ。ダメ、はい、ダメなんです。だからこっち方向に広がってほしいんですよね。はい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 。だからここに収束させるんです。だからちょっと大きい方がアシストになって入りやすいんですよね。はい。だからファーストガイドは大きい方がいいんだけど、あえてこれをちっちゃくしたかった理由は、はい、重量がガイドで一番大きいのが一番下なんですよね。うんうんうん、で重量が当時軽いっていうのがやっぱ僕が一番目標にしたかったことだったから、はい、ここをどこまでちっちゃくできるかっていうことで、この大きさ、うん。ちょっとリールの番手は選ぶけども、はい。だって軽くしたいんだったらリールもちっちゃくしてもいいじゃないですか、はい、なのでもうリールも僕はいいや、この先2000万しか使わない、2000万で十分、8ポンドが 70m 負けたんで当時これでいいやと。でファーストガイドちっちゃくすればそんだけ軽くできる、それによって全部のバランスが取れる、でこれでいこうと。ここでっかいままで上ちっちゃくするとやっぱバランス取れないんですよ、はいはい、でまあ、収束される角度もありますからね、はい、トップに向かってトップに合わせてつけていくとこれ以上大きくできない。でもこれで決まりました。これもだから初期の完成作、これを完全な完成作だと思って次のモデルとか ML とかを作っていったんですけど、はい、これが初期のロットですね。
これで年間優勝とか取られてる、ね、そうです。これ作って速攻で年間優勝。あ、ですよね。はい、もう完成された武器が手に入ったんで、はい、あとはトントン拍子に。ただ今気づいたんですけど、はい、やっぱ僕ね、この色にした理由、はい、特に深く考えてなかったんですよ、はい、これは、ね、正直言うと、はい、川辺さんのオレンジはいいなと思ったんですよ、はい、見てから、はい、でも川辺さんは最初からオレンジだったから、はい、で成田さんの赤、はい、もういいなと思ったんですよ、はい、ずるいなと思ったんですよ、はい、炙って黒と赤が一番似合うからでも残ってないわけですよ、うん、で青があってるんですよ、うん、でスピニング青になったじゃないですか、うん、でもスピニング青がどうしても受け入れられなくて、ベタッとした青でしたね、あれ。しかもどうせ色薄くなってくじゃないですか、うん、それもあったから青やだな、でももう色なんて考えられないよ、うん、って言われて、だから、まあ、当時ほら僕よりも成田先輩、川辺先輩ならもっともっとやっぱり先を行ってたから、うん、プロとして有名になってて、うん、この先輩ですからね、だからそのまあ考えてることも僕よりもっと現実的なマーケットを見て考えてるんですよ。僕はまだ竿を作ることに精一杯で、色なんて名前なんてって世界ですよね、うん、だからもういいやと、だったらもう赤と青と混ぜて紫でいこう、僕のアイデンティティみたいになってる紫は、うん、そこが最初です、嫌いな色ではなかったですよ、はい、本当紫っていう色は高貴な色ですし、はい、やっぱりその高貴な色ってイメージもあるし、やんちゃな色にも見えますよ ね、まあ、そ, うですね、そういうやっぱり当時若かったし、やんちゃなイメージも欲しかったし、高貴なイメージも欲しかったし、それもあったから紫ちょうどいいや、紫に勝る色はないと思って、もう紫でいこうと思って最初これ紫に塗ったんですけど、はい、ベタベタしてて子供のおもちゃみたいな色になっちゃったから、まあ、今見たらいい色ですけどね、今見たらこの紫でいいなって思うんですけど、当時はもうちょっと明るくしたかったんです、はい、でこの紫、ね、これでもあのもう使いすぎてちょっとあの色違ってますよね。そうですね、この辺ちょっとまあ、まあ、その辺残ってますけど、はい、自分の持ってるやつと全然色違いますもん。こっちが近いかな。ああ、そうですね。これ V2 モデルでちょっと後で見ますけど、はい、これ、はい、この色が近いですね。はい。まあちょっと違う、赤が入ってますね。赤みを強くしたんです。はい、はい、で。その結果どうなったかっていうと、はい、スコーピオと同じ色になっちゃったんですよ、実は。今だから明かす。スコーピオと同じ色です。はい。ああ、そう言われてみれば、うん。でも、どっかにあったんでしょうね。小森さんがずっとこれ使ってて、はい、自分では気づいてないと思うんですけど、やっぱこの色になんか引き寄せられていく何か、あったんでしょうね。原体験みたいな。はい。全くこれ作るときに、もうこの竿のこと頭になかったんですよ、ね。それでいて、なんか、似ちゃったんですよ。しかも工場にプロトに持ってたら、これの1個後の26600ですからね、はいはい。これはなんかちょっと近い竿欲しいなと思ってたけど、はい、色全然違うじゃないですか。気がついたらこの色になってたんで、これはちょっとあの驚きだったんですけど、すごいですね。これあの小森プロのスタジオスの紫の秘密ってこれあの初公開じゃないですか、もしかして完全に初公開ですね、これはあの正直雑誌が記事を割いてやるべきような内容ではないし、小森さんといえばやっぱ小森ノートとかその大会でどうやってたかとかそこを聞きたいですからね。あまりにもちょっとこれをね、あのアカデミックなものではないですよね。スタジオスの紫の秘密は俺ないと思います。これはね、ちょっとあのこれこそ釣り子さんでやってほしいなと思って、 ありがとうございます。なんかまあ、はい、それで紫できたわけですよ、はい、でまあ当時なかったマイクロガイド的なものも採用して、はい、本当に60レースは本当にあの素晴らしい竿として僕のまあ釣りの歴史にものすごく超過を刻んでくれて、この時 ULS っていう品番を初めて使ったんです。最近よく見ますよね、 ULS って、うん、聞きますね。これね、 ULS って何なのかね、はい、書いてる人に聞いてみてください。小森さんの ULS って、ウルトラライトソリッドティップ。あ、そうですよね。はい、だからソリッドティップってどっかにね、別にここにソリッドティップって入れてるんですよ。はい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 、はい、で、この時僕ちょっと気づいたことがあって、はい、実はバスロットもそうなんです、シーバスロットもそうなんです、全部ソリッドティップにしたいなって思ったんです、うんうん、この時思ったことは、うん、釣り竿っていうのはこうやってこうまあ、極端に書くとこういうテーパーがついてますよね、はい、こうバットがあって、はい、バットにから先に向かって細くなっていく、はい、だから先に行けば行こうと本当は曲がらなきゃいけないんですよ、はい、先に行けば行こうと曲がって最後になると曲がらなくなってほしいんですよね、はいはい、これが釣り竿の僕の理想なんです、はい、これをしないと竿ってベストな仕事をしてくれないんですよ、うん、でもその、まあ、作り方的にこう中空になりますよね、うん、中空になるとある程度の細さ以上先っていうのはこうなって変わらない感じのこういう作業ができるじゃないですか、はいはい、だから結構この当時って
の竿がこうやってお辞儀するように曲がる竿が多かったんですよ。わかります？わかります。ここ曲がってないんですよね。これがこう曲げていきたいからのソリッドティップです。ガイドとガイドの間もしっかり曲げたい。だからまあ本当はちょっと怖いんであんまりやんないですけど、よくテストでやったのはここ曲げましたよ、こうやって。これ曲がってる、怖いですけど、はい、これ曲がってる、曲がってますね。曲がってる、ここ曲がんないでこうなっちゃうさって当時よくありましたよね。はい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 。曲がんなかったら嫌なんで、はい、これ曲げていったんです、はい、そのためにはガイドのフットも短くしなきゃいけないし、はいはい、ガイドの距離も開けなきゃいけない、はい、で距離が開けるとガイドとガイドの糸がつんのめって竿がこう曲がってるのに竿のカーブとは違って、はい、ガイドの先に糸がこうなってる竿ってありません？よくこうなってる、はい、ここの針とここの針が違う竿ってあるじゃないですか。ありますね。ここ直線になっちゃって、はい、こうなりたくなかったんです。こうなると何が弊害かっていうと、竿の長さ、リトの長さが短くなっちゃうんですよ。あ、ちょっと中断。はい。はい。はい。おはようございます。釣り子 TV です、小森さんの自宅に潜入して、小森ボード、見せてもらってますよ。このね、周りめちゃくちゃ釣り具がいっぱいあります。後でこっそり撮影したいと思います。はい、どこまで行ったっけ、こうなっちゃう竿が、そうですね、こうなっちゃうんです、はい、こうなっちゃうと、はい、これってほらリールが危険だとした時に、はい、まあ、リール、まあ、ここ危険だとした時に、はい、直進にしたら竿の長さに対して糸が短いですよ、はい、ですよね、うん、その短さの分これ戻したら糸これぐらいですよね、はい、この短さの分ガイドに摩擦してるんですよ。こんだけ摩擦してるんですよ、はい、これがすごく多分ラインブレイクの原因になったりとか、あるいは、感度であったりとかアクションだったりそういったの誤差を作っちゃったり、キャストした時もそうですよね。竿は曲がった後に戻るじゃないですか、はいはいはい、その戻った時と曲がってる時と戻った時で、はい、ここに必要な糸が違うんですから、はい、それがまあそういうことになっちゃうんじゃないかなっていう自分なりの論理があって、はい、できるだけちょっとに竿をはわしたかった、まあ、それでそういうガイドシステムにしたっていう。ソリッドティップの、はい、ソリッドティップを使って 60ALS っていう品番を僕は初めて使った、はい、でそれよりちょっと硬い竿、MLS っていう竿です。これもソリッドティップなんですよ、はい、ML でソリッドティップなんて意味ないじゃないかって思った方は使わなくていいと思います。これはものすごく意味がありました。どういう意味があったかっていうと、ちょっと重ためなものを背負ってもやっぱり同じようなダウンショットのアクションができるし、フッキングも決まるし、あとはですね、巻物ですね、ミノなんかで投げててもやっぱ柔らかいとどうしても根がかりしてしまう。ちょっと立ち木とかポンと弾いてミノ巻きたい時とかも硬いとそれができる。でもバスまで弾いちゃ嫌じゃないですか。でもその時にソリッドティップなんでギュッと先から入って感度的なものですね、最初にティップがセンサーみたいに働いてくれるんでそのままギュッと合わせられるっていう、これはものすごくまあよくできたなと思う。 ML っていう硬さのものをソリッドティップにする MLS っていう、まあそうやってステリウスがこう、はい、あと67ですね、はい、縦3機種増えたわけですよ。でまあその後にですね、はい、まあ 60ULS もうちょっと重たい進化をしわせたい、はい、でも MLS ではちょっと硬いっていうシーンがあって、はい、旧吉野川でしたね、はい、そのカーバスで超引くじゃないですか、はい、だからちょっと糸も太くしたいし、で流れの中にやっぱりダウンショット入れたいから 2.5g じゃなしに 3.5g、はい、もしくは 5g をスピニングで入れたかったんですよ、はいはい、それで作った竿が1本あって、はい、62の ULS っていう竿だったんですけど、これがその後 V2 っていうモデルになります。これがね、ファンタジスタスティウス、62ULSV2 モデルのプロトタイプ、 V2 のロゴだけ入ってます。試合で使ったやつは、はい、テストだったからこんなの入ってないんで、はいはい、それを製品化しようかと思って最初に作ったプロトがこれですね。いや持ってます V2、はい、ここに V2 って入ってますよね、はい、製品版は、はい、まあ、それはちょっと重たい進化もしょえるし、はい、ミノーも投げれるしっていう感じで、はい、まあ作りました、はい、でまあそれの後くらいかな新しいマイクロガイドっていうのが出てきて、はい、で紫の感じもそのあたりから変わっていきました。そうなんですよ、そこはね変えるつもりが僕はなかったんですけど、全体としてファンタジスタ全体として変えてくれっていうことだったんで、全体としてのイメージを変えようっていう感じになっちゃうんですよね。で、まあ、次のモデルの
ンタジスタは小森さんのロッドベルトがインスパイアとかフェイクなんですかね。それ見ちゃダメですよ。そうですね、そう思います。いやロッドベルトね、いっぱいあるじゃないですか。アンビアさんとか使ってますよ。だけどなくなっちゃうんですよ、ね、すぐ、はい、で、これ山岡君にもらったんじゃないかな、はい、なんかないって言ってちょっとなくなっちゃったって言ったら、はい、近くに山岡プロがいて、はい、俺のでよかったら使うって言って持ってきてくれたんですよ、はい、で彼からもらったのがインスパイアクとフェイミックと、はい、あとピナクルビジョンって書いてあるんですよ。ロッドベルトはものすごい商品でケンフィッシュオンじゃないですか。はい、これもらうと嬉しい。これだってこれはやばいですね。やばい、はい、まあ、ちょっと脱線しちゃいましたけど、これが2期目の、はい、ステリウスの2期目のモデルですね。これもでもプロトだな、品番入ってないもんな。 3M ブランクスに、そうですね、これな、60リリースのエクスペリエンスは 3M になってないですね。まだなってない、はい、この月になる。 3M は多分3とか9からじゃないですか。ですかね、はい、あ、そうだそうだそうだ、エクスペリエンスは 3M じゃなかったと思います、はい、で、まあ、打線はほぼ同じで、マイクロガイドを乗っけようということで、はい、最初にセブンっていうサーを出して、はい、それからエイトっていうサーを出して、はい、決して投げやりに名前つけたわけじゃないんですよ、はい、あの8ビートだからエイト、67だからセブンにしたんですよ、はい、で、まあ3とか6とか9とかその後あるわけだけど、はい、まあ、そうやってちょっと分かりやすくしようかなと、はい、ステリウスが分かりづらいっていう最初クレームを受けてたんですよ。あと、まあ初期モデルはその一本一本に名前がなかったんですけど、はい、つけようってなったので、はい、最初エクスペリエンスっていう名前をつけたんですよ、はい、で、まあ、それが僕はすごいいい名前だと、まあとてもいい名前だと思ったんですけども、もっと分かりやすい方がいいとかごちゃごちゃ言われたんで、まあ簡単にしました、はいはい、で、まあ、このモデルになって色がちょっと変わっちゃったかなっていうところですね。まあ、初期の紫のアイデンティティっていうのもこのちょっとしたスレッドの一部にしか入ってなくて、あ、そうですね、トップガイドはね、はい、関西の紫にトップガイドスレッドだけこうやって見やすいようにということで、ああ、そうですね、紫ですね、はい、はい、でこの辺のスレッドの色は変えずに、まあ正直このパッドの部分がこんなに大きく変わってしまって、うん、で僕のこう見つけてきたカーボンに赤い、うん、クリアを振るっていうのもなぜか成田さんの竿に来て、僕の竿から僕の竿には薄い紫を振られてるこれはもう本当にあの色はこの時はこだわらなくて、とりあえずマイクロガイドっていうものを吸収しなきゃいけないんで、はいはい、だからとにかくマイクロガイドに適した竿を作ろうっていうことで、うん、まあ僕は長ければ長いほどそのマイクロガイドの有効性が出るからと思って、8ビートの8を作ったり67をリメイクしたりしたんですけどね、うん、でまあそれでできていきます、はい、で XULS っていう竿は、あ、まあ、60XULS っていう竿があったんですけど、それはまああの X って何っていうところなんですけど、はい、まあ、その後またペアフィッシングから XULS とか XS とかいう差が出るんですけど、はい、X って何だろうっていうところです、はい、あれも僕が勝手につけた、何なんですか、エキストラス、ウルトラライトにしたかったで、はい、でも EX にすると長いから X だけ飛ばしてもらった、はい、っていうところなんですよ。あ、そういうことですね、あれかっこいいじゃないですか、 X だけ、まあまあまあそうですね、なのに、まあ、あのなぜか、はい、そのことを伝えられずに品番だけ、うん、ピュアフィッシングのロットのアイテムには残ってるっていうあれだけでアイデア量が発生するかもしれないですけど、いやいやいやそこはコモクルーズで、まあ、その後 SULS っていう V3 モデルですね、はい、さっきですね、はい、マットが出てくるんですけども、はい、あれも SULS って何だと思います？ SULS だからスーパー好きですよね。スーパー好き。スーパーですね。S はスーパー U ウルト、スーパーウルトラライトソリッドティップ。ソリッドティップ。そんな品番普通つけないじゃないですか。はい、僕は X が出ちゃってるし、はい、ULS もあるから、はい、あの ULS もあるから、はい、ULS より柔らかいことを言いたくてスーパーをつけたんですよ。あ、まあ、ソフトでもスーパーでもいいんだけど、はい、S つけた時いいだから、はい、SULS、はい、今フィアフィッシングですね、はい、SULS いっぱいありますね、いっぱいありますね、うん、あ、コールさんの番手からだったんだ、何だと思ってつけてんだろうって思いますよね、うん、びっくりしたことに違うメーカーにもありましたよ、いやでもあれはもともとあれですよね、確かアジングロッドですよね、そうです、はい、あのモデルはアジングの竿、はい、でやっぱり その頃からね、スモールマウスっていうのを釣るのすごく難しくなってきて、はいはい、同じように釣れなくなってきたんですよ、うん、でやっぱちょっと細い
軽い柔らかい竿が欲しいなっていうことでピュアさんに問い合わせたら、ソルティステージかの、アジングの竿があって、これスモールに使えるんじゃないかなってあれ内覧会で見たんですよね、はいはい、で持ってていいですかって言ったら使ってみていいよって言うから渡されて使ったらすごい良くて、でその年2012年、はい、3回目のタイトルを取ることができて、そのままターニングポイントになった試合で、はい、使った竿だったんで、これリメイクして V3 モデルでみんなに使ってもらおうと、はい、それがかかってもスモールを早く上げるぞっていうところに繋がってくるんですよ。あれ今似た版ってあるんですか？僕の中ですか？ V3 に似てるのは今現行では64SV です。あ、まあさっきおっしゃってましたけど、はい、短くなった短くなりました。67だとね、風が強いとどうしても風に煽られて竿が柔らかいから、うん、当たりかどうか分かんなくなっちゃうんですよ。竿が柔らかいから風が強くなるとこれ当たりじゃない風かってなるんですよ。64にするとそれがちょっと防げるんですよ、うん、でもかけるコンセプトとかは大事ですね。はい、これ持ってないんですよ、これ。またまあさっきちょっとお話したんですけど、はい、竿がこうかかった時に竿が、ね、はい、こう曲がってくれるんですよね、はい、で、まあ竿が硬いと曲がらない、はい、で、ファーストテーパーでちょっとだけしか曲がらない、はい、で、当然ここに今同じ重さで引っ張られた時に、はい、竿がこんだけボヨンボヨン動いてくれると弾力になるんですよ、ここが、で、なんか曲がらないと弾力ないから、はい、まあ糸が簡単に切れちゃう、はい、これを防ぐために竿を柔らかくしていくんだけど、はい、ただ柔らかくしてしまうと今度は乗されちゃって、はい、もうパワーが効かなくなるんですよ。だからここのパワーを生かしつつ曲げて曲げて曲げていくってい う、このコンセプトが、その 64SULS とか 67SULS、 これ V3 ですね、はい、こういうところに乗っけられてるんですね。これはね、今こうやって公開しちゃうと多分同じの差が出てきちゃうかもしれないですけど、スモール上げるには最高です。僕の他の動画見てもらえば分かると思うんですけど、はい、かけたスモールをいち早くネットインするっていうのは、こういう差のやりやすいです。まあ、ボートからですけどね。はい、他、ラージ、マウスバスでも、マウスバレーでかけた魚は結構早く上げれるし、はい、ラインブレイクの失敗がなくなるっていう、まあ、そういうコンセプトで作ったのがこの SULS です。はい、だから、僕のさ、そのスティウスの2期モデルで、60XULS と、はい、60ULS と、はい、まあ、US2 ですね、それと、62の LS と、はい、67の SULS っていう、これがまあ2期モデルのスティウスで出てるんですけど、はいはい、曲がり方的に言うと、こいつは先っちょだけ曲がるんですよ、はい、先っちょ極端に曲がる。はい、ULS は基本的にはこう普通の竿なんで、こういう曲がりかな、はい、で62はちょっと固めなんで、はい、固くて先っちょが曲がる、はい、SULS はこうやって胴から曲がるっていう、はいはい、こういうちょっと簡単に書いたから分かりづらいかもしれないですけど、小森さん、はい、素人が見たら、はい、全部一緒に見ます。嘘だよ、嘘でしょ。いや今話し込んでここまでの流れ聞いてたら、ね、分かりますけど、バットが曲がってないでしょ。でベリーまでの距離が違うじゃないですか。ほら、はいはい、全然違いますよ。俺は今すごい分かりましたよ。俺分かりましたよ。分かりましたけど、僕がしたら曲がってるとこ違いますよね。違いますけど、これ例えば、まあ、普通に始めて1年目とかの子が、はい、小森さん、つげえな、つげえなって言って、もしこれを見たときに、ちょっと聞いてないよ、分かる。いや、分かんのかな、これね。いや、でも、言ってることはもちろん分かるんですよ。ね、ホワイトボードって、学校の先生ってすごいなと思うんですよ。はい、はい。一回僕、ヒューマンアカデミーに講師やってたことあるんですけど、はい、こういう立ってるものに書くのって、すっごく難しいんですよ。そうですね、分かりやすく、綺麗な字で。これはね、難しい。字が汚い、もともと汚いんですけど、僕、字が。いやいや、絵も汚いんですけど、絵に描けない、これは。これはでも、わかりました。はい、なんとなくイメージで、はい、曲がってるとこが違うっていう。もっと釣り子 TV がパープしたら、ここですごいかっこいい CG が入って、はい、ウィーンってこう、なんか 3D 映像でこう、はい、こう、すげえの出てくるんですけど、今はちょっとこれ、うちはね、もっとコンクルージョンがもっと良くなったら、アシスタントがパネル持ってきてくれるんですけど、はい、まあ、科学的なこう、この2人でこれが限界と。いや、分かりやすいです。俺は分かってるし、このチャンネル見てる人は、はい、
あ、はい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 って恥ずかしいからフィッシュを、いやいやいや、すいませんすいません、俺のせいでちょっと巻き戻しで皆さん見てください。はい、まあこうやって、はい、まあ曲がりが違うっていうコンセプトで作ったんです、はいはい、これが第2世代になる、第2世代です、はい、で第3世代になると、まあこれもあの最近っていうか、まあ、コマーシャル結構やったんで、はい、ご存知の方も多いと思うんですけども、はい、タフ、ブランクスっていう、コンクルージョン、僕はこのチョークガイドが、はい、とっても嫌で、大丈夫ですかこれ、はい、これぐらい適当に言うってことは、僕はこれ全然認めてないんですけど、あれこれをここで公表して、うん、僕は後でコスメとか全然決まってないから、はい、いろいろやってるんだけど、この辺は多分ちょっと一部はフィッシングショーの、はい、2020年のフィッシングショーで、はい、展示する予定ですが、はい、